皆さんこんにちは、ボディメイクトレーナーの中塚ゆかりです。今日も、腰痛のストレッチを行っていきます。では皆さん一緒に行ってください。ではこれから、腰痛ですけども、股関節の周りも一緒にほぐしたいと思いますので、仰向けにいてください。お膝を抱えますね。しっかりと腰を床につけてください。で、手でお膝を持ってください。そして大きく回していきます。大きく回していきます。この時に膝でハートを描くような感じですね。膝でハートを描くように大きく回していきます。はい、今度は反対ですね。向こう側から反対のハートを描くように。大きく回してください。はい、膝を立てて、この膝を横に倒して戻します。横に倒して戻します。この時のポイントは、お膝はつけておいた方がいいです。お膝を開いてやってしまうと背骨が痛くなっちゃうので、きちっと閉じて、この状態、閉じた状態で横に持ってきます。横に持ってきた時に、ご自分で多分痛いところが分かります。ゆっくり息を吐いて、そこを引き伸ばす、引き伸ばすってイメージで息を吐きながら、体の奥の方を意識をして、呼吸をしながら気持ちよく伸ばしていきます。奥の方を意識をしてください。ですね、今右に倒すのと左に倒すのをやったんですけど、例えば右に倒した時の落ち側の感覚と左に倒した時の感覚がもしかしたら違ったりすると思うんですね。それはやっぱり腰のとこの周りの筋肉のバランスが硬い方があったりします。で、硬い方が大体腰痛になるところですので、硬い方はもう少し回数を多くやってみてください。